来ましたね。熊本の超有名人が来ました。そうですね、熊本に行っていただいて、プロセンタリゾンを皆さんと一緒に踊っていただこうと思います。僕、生まれも育ちも熊本も、ダンスをしたりする時間を設けております。まずはね、しっかり深呼吸をしてね、息を整えて、はい、元気いっぱいご挨拶からしていきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。今日皆さん、あれ皆さん皆さんあれあれあれ、皆さんいらっしゃる、あれおかしいな、あれ今日いらっしゃらない、あれたくさんいらっしゃるはずなのに、今日もちょっと声がね、聞こえなかったね。ね、皆さんね、もっと大きな声でね、元気いっぱいお腹からお願いいたします。もう一回いきますよ。改めまして皆さん、こんにちは。こんにちは。元気なご挨拶ありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本です。よろしくお願いいたします。拍手。イエーイ。ありがとうございます。今日はね、熊本人吉熊復興イベント、あら、拍手ありがとうございます。ね、今日はね、ちょっと皆さんと距離がありますけれどもね、さっき MC の方も言っていただきました、くまモンね、大きいですので、皆さんね、ぜひですね、この距離感ですが、皆さんと楽しい時間をね、過ごしていけたらと思います。ぜひですね、皆さんたくさんね、ちょっとドアップにしていただいて、お写真もね、撮っていただいて大丈夫ですので、皆さんぜひ楽しんでいただきたいと思います。ではちょっとくまモン、今日ね、どうしてもお姉さん気になることがあるんだ。うん、今日皆さんくまモンに初めて会ったよって方いらっしゃいますか。はーい、初めてだよって方、あ、いらっしゃる、何人かいらっしゃいますね。お、数えてる数えてる一人一人ありがとうございます。ね、くまモン持ってて振ってます。あ、波が下ろしてってさあ、ではお久しぶりの方いらっしゃいますか。熊本久しぶりに会ったよって方、はーい。おー、さすが人吉の皆さん、ありがとうございます。皆さんお久しぶりです。で、熊本も皆さんにね、久しぶりに会うと、とっても嬉しいです。で、ポーズなんか決めちゃってあります。たくさんね、お写真も撮ってあげてください。ね、今日はくまモンね、せっかくね、初めてくまモンにね、会った方、そして久しぶりだよっていう方もね、たくさんいらっしゃいますので、ぜひですね、くまモンの得意なダンスをね、まずは1曲盛り上がっていきたいなと思うんですけれども、さあくまモン、今日何の曲から踊っていきましょうか。あ、決まっとっと、うん、皆さん、お、僕の、あ、くまモンで、僕の名前はたくさん呼んでほしい。わかりました、ね、たくさんね、くまモンの名前を呼んでいただけるハッピークマモンという曲があります。じゃあ皆さんね、くまモンに久しぶり会った方が多いので、ハッピークマモン知ってる方の方がね、多いと思いますが、ちょっとハッピークマモン知ってるよって方いらっしゃいますか。はーい、ハッピークマモン知ってるよ。あ、あれあれハッピークマモン、皆さん、あの、初めての方、はーい、多いですね。多か
もう悔しいね。ちょっとせっかくね、今日は皆さんくまモンのステージ見ていただいてるのでね、ハッピークマモン一緒に、ね、盛り上げていただきたいなと思います。大丈夫です、初めての方もね盛り上がれる曲になっておりますので。危ない危ない、くまモンセーフね。くまモンからね、皆さんにちょっとね一緒に参加していただきたいところをね、まずお伝えしていきたいと思います。ではくまモンお手本はよかですか。おちんこと気をつけてね気をつけてよ、振りじゃないですからね。気をつけてね、ちゃんとね、おちんより気をつけてくださいね。はい、ではまず皆さんね、くまモンの名前を大きな声で呼んでいただきたいと思います。いきますよ、せーの、大きな声でくまモン。続いて小さな声でくまモン。さあ最後、元気な声でくまモン。あら、みんな上手ね、もう早速みんなね参加してくれましたけど、大人の方もねぜひね、まずは1回練習いきたいと思いますので、大きな声でお願いしますよ。いきます、せーの、大きな声でくまモンね、お友達バッチリ上手でしたね。ちょっとねタイミングを大きい、うん、どうしたどうした、うん、あ、もう一回ね、もう一回ね、私が大きな声でって言った後に皆さんくまモンでお願いします。ではもう一回いきますよ、せーの、大きな声でくまモン。続いて小さな声でくまモン。元気な声でくまモン。わー、皆さんバッチリ、お友達もバッチリ上手にできてます。ではでは、うん、どうしたどうした、お、皆さん、うん、あ、このねステージ、うん、じゃない、はい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 、大きな、うん、あ、大きくなってのところかな、違うね違うね、うん、ここねステージ、うん、あ、ここね人吉駅中に声が響き渡るように皆さんね大きな声でお願いいたしますね。皆さんお腹の底からお願いしますよ。大人の方もクマもしっかり見てますからね、大きな声でお願いいたします。うん、あ、そうね、距離があるけんね距離があるけん、皆さんね、ここまで聞こえるようにね、そして人吉駅中に聞こえるように皆さん大きな声お願いいたします。それでは早速ですが、じゃあまず皆さんから聞いていきたいと思います。準備 OK な方は OK でお願いします。皆さん準備了解ですか。皆さんね、準備 OK? ちょっとお姉さんの説明が悪かったかもしれん、クマモン。ごめんごめん、皆さん、準備よかですかというので、OK でお願いします。クマモン、そこで聞いとってね。皆さん、いきますよ。皆さん、準備よかですか ?OK! ありがとうございます。クマモン、準備はよかですか ?OK! それでは、参りましょう。ハッピークマモン、ミュージック、
皆さんね、とっても元気いっぱいね。ねえ、ということでね、今日も皆さんとね、楽しいステージまだまだね、行きたいと思うんですけれども、くまもん、今日ね、せっかく人吉の皆さんとね、お久しぶりの方もたくさんいらっしゃるということでお会いできたので、人吉のね、ちょっと人吉くま地方のね、いいところをお伝えしていきたいなと思うんですけれども、さあ、たくさんあるから迷うね、くまもん。さあ、悩んでおります。さあ、今日は何をお伝えしようかな。お、何何、さあ皆さん、しっかりね、くまモンの動きを見てていただきたいなと思います。お、なんかよだれが垂れてきましたよ。くまモン、じゅるりじゅるりと、お、何かな、よいしょって、なんか絡みましたね。はいはい、両肩にね、抱えまして、はいはいはい、お、何か拾いましたね。拾って、はいはいはい、あよいしょよいしょよいしょと、お、何よくまもん、あ、痛い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 、歩いてたら痛い、え、なになに、え、ここに落ちてたの、あ、落ちてたものを拾ってね、また肩によいしょと捕獲しました。さあ皆さん、食べ物でございます。さあ皆さん、わかりますでしょうか、ちょっと踏んだらね、痛い、あの食べ物です。さあ、そうね、チクチクしておりますね、その外側のね、部分はチクチクしております。そしてね、秋にぴったりのあのね、2文字の食べ物です。さあ皆さん、分かった方いらっしゃいますでしょうか。分かった方、はーい、お、意外と思った以上に上がった。では今ね、お手手が上がってる方、一斉にせーので答えていただけたらと思います。くまモンがせーのでいきますので、皆さん一斉にお願いいたします。ではいきますよ、せーの、栗。お、栗と聞こえました。くまモン、正解はどうだ。大正解、皆さん大正解です。答えは栗でした。で、くまモン肩にね、カゴを背負って、あ、もう下ろしてね、は取れたね、栗を今確認しております。ね、人吉熊の栗、熊栗と言われるものになります。ふみふみしてね、うん、一つ一つね、丁寧に取っておりますが、ね、国産の和栗の中で特に味がいいと言われております、ここね、人吉熊地方の熊栗ですが、ね、熊も、ね、栗、あ、今ね、煮詰めてるのかな、はいはい、鍋に入れて、あ、お水を入れ、あ、お水入れてね、その栗を入れて、栗はね、煮て食べるものですからね、うん、特にお母さんたちご存知だと思います。そしてね、今ひっくり返して、そうそう、出来たてのね、栗を作っております。うん、あ、しっかりね、こう綺麗に洗って、細かい作業ですね。さすがくまも、うん、はいはい、栗は洗って綺麗にね、皮は剥いてね、うん、皮を剥いて、中身のね、栗の実を、ね、皆さん食べられると思うんですけれども、はいはいはい、お、閉めて、あ、なんか作り始めましたよ皆さん、栗の料理をくまモン作り始めました。さあ今ピッとスイッチを押して、今待っております、少々お時間いただきます。さあ皆さんにね、栗の魅力をお伝えしていきたいなと思うんですけれども、人吉球磨地方の栗ね、とても今ね、旬なんですよ。9月から10月にかけてね、とっても有名なんですけれども、お、そろそろ出来上がりましたかね。さあ、くまもん、あ、まだまだね、はい、くまもんがね、作っているのは何か、ちょっとね、皆さん一緒に考えていただきたいなと思うんですけれども、ちなみに栗を使った料理で皆さん好きな料理ありますか。ある方いらっしゃいますか。はーい、あ、皆さん皆さん、あれ、栗た、あ、栗好きな方いらっしゃいますか。はーい、栗が好きだよって方、はーい、あ、やっぱりお手手上がりますね、さすがですね。私はね、うん、私は、お、どうした、あ、僕のね、好きな食べ方を皆さんにね、お伝えするのが一番いいかな。うん、あ、出来上がったみたいです、ついに。皆さん大変お待たせいたしました、今ね、混ぜております。さあ、とってもね、出来たてのあの料理出来上がりました。栗を使った料理でございます。あ、ホクホクでね、とっても美味しそうですね、くまも。お、すごいぎゅうぎゅうに詰めております。ご飯ミシミシですね。あ、言ってしまった。さあ皆さん、わかりますでしょうか。
くまモンね、炊飯器のスイッチを押しまして出来上がりました栗ご飯です。ね、くまモンの大好きなね、食べ方は栗ご飯になりますね。とってもね、出来たてのね、熊本の有名なお米とね、熊栗で作った栗ご飯、あら、くれるの珍しかね、ありがとう、ちょっといただいてみたいと思います。あら、ちょっと熊本、ちょっとちょっと、おかしいおかしい、私これだけなのに熊本炊飯器ごといかんでよちょっと量がおかしいでしょ、そんなことない、うん、僕あー、うん、あ、これでエネルギーは食べなんて、ちょっとちょっと、私の分もエネルギーちょうだいよ、クマモン私はこれだけなのね。あらーね、栗にね、栗はですね、皆さん食物繊維がたっぷりだったりね、とってもむくみとかにもいいですので、女性の方にはね、特にもってこいでございます。あれ、あれ、クマモン、どうした、どうした、どうした、お腹キラ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 ってここから聞こえてきますあれ、キラ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 、あれ、あれ、どうしたの、クマモン、ムズムズし始めましたね、皆さん、急にクマモンどうしたの、あ、ちょっとお尻ちょっとお尻お尻が、皆さん、ちょっとお子さん行くでお願いしますなになに、急にクマモン脱いで、そう、無理無理無理
中をねいらしておりますが、せっかくね今日、そうだね、皆さんとね最後1枚だけ皆さんとね集合写真撮らせていただけたらなと思います。こちらですね、くまモンの SNS にもね載る可能性ありますので、お顔が映りたくない方はねお手手で隠していただいて大丈夫です。皆さんギュッとくまモンの方にね、真ん中の方にお願いいたします。さあでは皆さん、はい、くまモンでいきますよ。よし、では皆さん全力笑顔でお願いいたします。では参ります、せーの、はい、くまモン。さあ皆さんにっこり笑顔でお願いします。すいません皆さん、もう一枚いきますよ。にっこり笑顔で、せーの、はい、くまモン。はい、ありがとうございます。皆さん写真撮れました。ご協力ありがとうございます。で引き続きこれからもねイベント楽しいこと盛りだくさんですので、皆さん引き続き楽しんでいただきたいと思います。今日はありがとうございました。以上、熊本サプライズくまモン大隊長のくまモンでした。ありがとうございました。バイバーイ。皆さんお手手振ってはいよ。ちょっと汚い、ちょっと汚い。熊モン、自分で持って行ってもらってよかったですか。自分で持って行ってください。じゃあちょっとね皆さんこのまま退場したいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、本日東京の、人吉出身で今東京で活動されている書道家さんがですね、本日駆けつけていただいておりますので、ちょっとご紹介させていただきます。皆さんこんにちは、維新会の武井と申します。今日はあの東京からですね、人吉熊出身の、書道家武恩、舞うという字に恩返しの恩で武恩ですが、今日、そこでですね、ライブパフォーマンスをしますので、どうぞ皆さんご覧になってください。で、緑のレジャーシートの中には入らないでいただいて、墨絵と書で、人吉と、祈願といたしまして作品を作らせていただきますので、どうぞ皆さんご覧になってください。ちょっと冒頭から一言お願いします。ブオンです。今日は地元のイベントに参加できることを大変すごく嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。すいません、これからライブパフォーマンス始めさせていただきますので、どうぞ皆さんご覧になってください。よろしくお願いします。開けなきゃ席を。